夜勤明けの衝動買いですわ。なんか美味しそうに見えたんだこれが。今日はいつもは見ないのに美味しそうに見えたんだよ今日は。買ってしまいました。牛乳案件でした。これは しばし眠りにつきます。はい、どうも、神木隆之介です。寝て起きて動画編集してもう一回寝て今起きました。夜勤明けのなんか仮眠の後ってさ、なんていうの、心地よい目覚めっていうかにならなくてさ、若干頭痛い状態で起きるんですよね、いつも。みんなならないかな。オール明けの、なんか寝た後みたいな。あ、まあオール明けか、夜勤は。ご飯を作っていきます。お腹空いたので。レッツゴー!出来上がると美味しい。やばい、汁がなくなってしまう。急げー急げー、急ぐんだ。なんか春って感じ。お豆腐いきます。あ、フィルムが。お豆腐いきます。はいはい、はーい、出ないやんけー。え、はい、うおい、
メイト。うん、うまい。なんかこの形見たらアイス食べたくなってきた。アイスクリーム、アイス屋さんのやつ。ラスイチ、ラスイチの卵を入れます。よかったねって。おいしそうじゃないの。完璧じゃない。ちょっとどんどんどどん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 ぶり。はい、できました。何丼って言うんだろうな、これ。スタミナ丼的なののパクリです。名前は分からん。余ってたもの足した。味噌汁、白だし入れて作ってみました。トマト。ということで、いただきます。今日は定食風に作ってみました。やっと作り終わった。じゃあ、いただきます。卵崩しちゃうよ。この瞬間はちょっと背徳感が増しますね。うるわ。食べます。お味はいかがでしょうか。早く食えてね。すいません。いや、絶対うまいでしょう。うん、間違いない。うますぎ。もうタレが絡んでめちゃくちゃうまい。これはやべえわ。最高です、こいつは。まあ、美味しくなる組み合わせでしか入れてないからね。それは美味しいんだけど、にしてもうますぎる。お味噌汁はどうでしょうか。今日は本だしじゃなくて白だしを大さじ1入れたんだけど、それでも美味しいですね。こっちの方がなんかまろやかな気がする。マロだけにね。居酒屋行くとね、冷やしトマトいつも食べたくなる。その前菜メニューのトマトをカルパッチョで出す居酒屋あるんだけど、カルパッチョしなくていいからそのまま出してくれっていつも思っちゃう。素の状態が一番うまい。いつもこのさ、食べるシーンを撮るときになんかそんなに喋ることをいつも思いつかなくって。結構なんかね、ひねり出して喋ってるんだけど、どうだろう、この食べる時間の喋ってるシーンってみんな結構見たいなって思ってくれてるのかな。なんか別に喋んなくてもいいよくらいに思ってるのかな。誰か一緒にご飯行ってください。お願いします。ごちそうさまでした。美味しかったです。よっこいしょ。一月収高すぎでしょ。ボーナス5ヶ月だって。うち2ヶ月や。東急ランク弁当ってなんだろう。あ、弁当じゃないや、手当てだ。弁当ってなんや。弁当に見えた。すごいね、これで70万、80万だって。こんなになんか良さそうな条件なのに、それでもやなお人は必要なんだね。都市手当なんてあるんだ。いろんなのあんだな。こういう応募条件の書き方なんか安心するね。興味があれば応募可能ですって。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。4月ももうすぐ終わりですね。新社会人の人は仕事に慣れてきたのかな？どうかな？そろそろ慣れたって会う先輩たちみんなに言われる時期じゃないでしょうか。慣れましたとは言いづらいよね。まあまあ頑張ってますみたいな、そんな返事しかできない時期かなと思いますが、だいたいみんな丸1年間ぐらいずっと緊張してんじゃない。
なんやかんや最初からすぐに緊張感全くなしに働ける方がね、逆に怖いなって思うから新人らしさいっぱいでまだまだやってっていいのかなって僕は思ってます。無理せず、なんかしんどいことあったらいつでもコメントで教えてください。僕はコメント全部読んでるから、僕がねお返事できるものとかはいつも返してるので。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また次も見てください。集まろう。